2023年2月8日、2チャンネルにこんなスレが立った。バレンタイン。女性4割、渡す予定ない、8割、参加したくない、男性6割、もらうのクソ迷惑。やめちまえ、早速スレを見ていこう。今年のバレンタインデーのチョコレートについて調査したところ、4割以上が、渡す予定はない、と答えました。職場の義理チョコについては、8割以上の女性が、参加したくない、男性の6割が、嬉しくない、としました。職場の義理チョコについては、8割以上の女性が、参加したくない、男性の6割が、嬉しくない、としました。お中元、お歳暮と同じ古い慣習、なくなってもいい。そもそも恋人とのイベントをお歳暮のように上司や知り合いにやるのおかしいだろが、何様だよ。だよな、いらんよな。他の女を出し抜くため。友チョコとかちょこっとやりすぎちゃったよな。ホワイトデーというゴミを考えたアホを永久に呪ってやる。自分で好きなの選んで買いたいです。俺もうずっともらいっぱなしで返してないけど問題起きてないけどな。ギリチョコなんて返すギリないよな。勝手によこしておいてなんなんだって思っているよ。ホワイトデーでお返しすべし、なんてするから、ちょっとしたお礼でチョコを渡すってのがしづらくなるんよ。むしろ返さなければ翌年からくれなくなるよ。年賀状のように。それな、ホワイトデーとかどうせバカで無責任な広告屋が作って広めたんだろうけど、結局そういうめんどくささがバレンタインを激害する人を増やす要因になってんだよ。女ばかりの職場で20個もらった時があったが、本当にお返しが面倒、チョコも飽きるしそもそも義理ならいらないわ。ほんこれ、女多い職場だと面倒極まりない。出費もでかいし、早めに買わないと高いのしか残ってないし、もったいないからと食べると太るし、何一ついいことがない。おっさんしかいない俺の職場は気楽だわ。なんでこんなのやってるんだ？土用牛の紐、江戸時代の広告代理店の仕業。同性婚とか認めたら今後やろうからチョコもらうことになるんだろうな。もらう前に先手打っておくればいい。そうしたら恋人もできてみんな幸せ。モテない人は毎年そう思うのだろう。ホワイトデーには3倍返しで。このイベント誰のためにやってんの？チョコ会社と小売が儲けるため。子供が友達と交換したがるから親同士も仲いい者同士は軽くやるかな。娘がなんか作りたがるだろうから一緒に作ったやつを旦那にあげる。毎年維持でも社内もバレンタインに参加してないわ。物価上がってるのに金の無駄なんよ。互いにどうでもいい相手なのに。気持ちはわかるが理由の一つに物価を上げると急に強がってる感出るから気をつけろ。以前税抜き100円程度の義理チョコを男性陣に配ったら、ホワイトデーにそれぞれ500から800円程度のお返しをもらってめちゃくちゃ気まずくて申し訳なかったわ。男も気を使うしあげたらいかん。恋愛至上主義いつまでやるん？結婚するまでだぞ。大学生の時1年だけ黒服のアルバイトしていたんだけど悲惨だったな。20人くらいからチョコもらうんだけどホワイトデーのお返しどうしたらいいのか聞いたらハンカチ2枚が定番と言われて変に安いのではダメだと思って百貨店に買いに行ったんだが1枚1500円が最低ライン。2枚で3000円でこれを20人分で6万円。黒服やってたのが週3くらいだったんだよね。時給は1200円くらいで5時間勤務。1、月のバイト料がハンカチ代で消えたのを見てやる気なくなってその翌月に辞めた。見積もりの段階で逃げればよかったのに。パティシエが作ったぼったくりチョコに金を使いたくない。女にそれ言ったら大体不良を買うんだよな。マジで目を覚ませよって言いたいわ。チョコなんて安くても普通にうまいんだわ。選べるペイのコードくれよ。チョコよりもせんべいとか柿の木とか市販の酒のつまみをもらった方が嬉しい。うちはいつも酒くれるわ。嫁とデパートのチョコレート店に行ってきた。出費はもちろん俺だ。なんかデパートのチョコ催し場は男増えてると思う。告白イベントみたいなバレンタイン感かなり薄れてうまいもの食える機会のイベントでマジでいいと思う。バレンタインって菓子会社本当に儲かってんのかね。この時期チョコ製品買いづらいし嫌なんだけど。板チョコ以外はバレンタイン用は包装されてるだろう。恵方巻きと同じでこんな文化なくせばいいのに。渡す人も面倒だし、返すのもすごい面倒なんだよな。もらうのも返すのも嬉しいじゃん。実際恵方巻きと同じで突然始まったものだしな。恵方巻きはやらないこともできるやん。家族いるなら無理だけど晩ご飯として食べる分には気にならないわ。バレンタインデーは他人巻き込むから迷惑。職場恋愛が推奨されていて、女性社員もお嫁さん候補時代の名残、今いる女性社員の多数からもらってもなんら嬉しくはない。先日突然ケーキ買ってきたのがそれだったのかも。嫁はあえてプレゼントです、贈り物です、ってのやらないんだよね。無職の俺に気を使ってるの丸わかりだよ。でも一流のものとか日本に来る機会あるのはいいんだよ。乗せられやすい日本人たちが製菓業界の企業戦略に全力で乗っかった結果、バレンタインデーが、でかいしのぎがあると聞いてと全世界の一流ショコラ系が自慢の商品を下げて勝ち込みに来るチョコレート好きにとってのコミケ、って話題になってたけど。大人はもういいんじゃないか。子供は厳しい現実を知るためにやれば。罰、もらうのクソ迷惑、丸、どうせもらえない。俺が初めてバレンタインのチョコもらったのは40歳の時。50くらいのおばちゃんだったが俺が、お返しいる？って、聞いたら、仕事で世話になってるからあげるんだから、お返しはいらないって言われた。そこで、
何言ってんの、おばちゃんには俺だっていつも世話になってんだからお返しくらいさせてくれよな、って言えればクールだな。ふむ、せやな。そのおばちゃん重いもの積むとき、俺が積んだるわ、と肩代わりやってたから、仕事で世話になってると言ってたと思う。子供なんかクリスマスケーキですら喜ばないもんな。菓子がその辺にありふれてる時代にチョコとか。享受成分から、お返しが負担だという声が多数聞かれるバレンタインなので、今年からはやめたいと思います、って通達があった。合理的で素敵だと思う。俺は嬉しい。こんなん学生までだろ。いい大人がチョコ交換ってよく考えたら変なの。毎年もらえるのすごく楽しみにしてるんだよ。バレンタインデーはおじさんになるほど嬉しいよ。最近は娘にもらうためにいろいろ頑張ってるよ。金毛。さすがゼット、周囲に対する感謝の念がない。職についてる79歳までの調査結果では、あげたくない、と回答した女の割合は20代が一番低く 75.4%、それ以外の女は各年代で8から9割があげたくない、Z 世代が一番低いが基本的に女はあげたくないのに同調圧力であげてるだけ、こんなもん男もいらんだろ。最近は女性が自分のために買うという趣が強いからね。俺も同じだよ、自分のために高級チョコ買い漁る。新しく入った会社で、みんなに配ったら、約2名ほどに勘違いされて、それ以来配るのはやめました。敵意はないよくらいの気持ちで、チロルチョコあげて、ホワイトデーに飴玉1個返すくらいの習慣になればいいかも。女性社員が共同で買ってきて、男性社員も共同でお返し、これが一番楽だった。そういうんでいいんだよな。それで社内が楽しい雰囲気で回るなら、いちいち細かい自分のダダを捨てて楽しんだ方がいいこともままある。みんな嫌がってんじゃん。もうやめようよこんな行事。もう企業に騙される人は少なくなってきてるよ。そろそろ誕生日やクリスマスも買い身が冷めてやめるだろうな。子供が小さいうちは子供のためにやるだろうが中学生になったらやめてもいいだろ。会社の女性陣には、いらない、と事前に触れ回ってる。下手に合同で買ったのもらうと老害友が俺にホワイトデーのお返しをしつけてくるんだよ。何が、ちゃっとやっとして、だよ。リサーチやら買い物やら大変なんだよ。おめえがやれよクソが。自意識過剰でひそひそされてるだろこれ。ドキュンの祭りハロウィンを定着させることに成功したんだから問題ないだろ。自分でスイーツ買って食べるのが好きだから、そのついでに買うのとか全然面倒じゃないわ。俺さんが買ってくるスイーツはハズレがないから、とか言われると、期待値を超えたものを探したくなるけど、結局自分でも食べるから美味しいのが見つかると結構嬉しい。職場の高齢独身ブス、おつぼね、男性社員たちにチョコ渡すから一人1000円ね、って女社員全員から集金するの控えめに言ってカツアゲだと思うの。46年間もらったことないんだが、ようやく時代が俺に追いついたようだな。ほんともらうだけならいいが返しがあるから面倒、見返り求めたりする時点で怪しいわ。職場で配ってるやつとかホワイトデーの偏物で物差し測ってるからな。そんなんだから生き遅れなんだわ。手作りなんてもらったら1秒でも早く捨てたくてそわそわしちゃう。ホワイトデーのお返しに手作り菓子もらったことあるわ。普通に美味しかった。最初は食べるの躊躇したけどな。デパートのチョコ売り場で自分用の買う女だらけなんでそ。最近は男も増えたよ。10年前くらいは本当に男いなかったんだけどな。クリスマスのチキンもやめよう、節分の恵方巻きもやめよう、関西以外、バレンタインもホワイトデーもやめよう、あとは何かあるか？母の日、父の日、お中元、お歳暮。高度経済成長期の豊かな時代の産物だよな。今日本人みんな貧乏だから意味のないものなんか買わんよ。お前らはギリやめろ本命だけにしろと言うけど、本当に迷惑なのは本命だからな。生まれてこの方もらったことないが？今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。